ダチアロッジーは、ルノー傘下のルーマニアの自動車メーカー、ダチアが製造、販売する小型 MPV である。インドなど、ダチアが展開されない地域では、ルノーブランドで販売される。2012年1月5日に概要が発表され、同年3月のジュネーブモーターショーにて正式に公開された。ロッジーの社名は、英語のロッジに由来し、 家族とその荷物に適した快適性をもたらす、同社の性格を端的に示すよう命名された。プラットフォームは新規に開発された。搭載されるエンジンはすべて直列4気筒で、ディーゼルが1.5リットルの K9K 型、ガソリンが1.6リットルナノ K7M 型と1.2リットルターボの H5 ホリント型となる。ロッジはスピードリミッターや、 オプションで7インチタッチスクリーンと Bluetooth 及び USB 接続を備えたナビゲーションシステムが提供される最初のダチア車である。当初は左ハンドル車のみが用意され5人乗りまたは7人乗りが選択できる。製造はモロッコ、タンジェに設立されたルノーの最新工場にて行われる。価格は9900ユーロとされた。 ロッジーグレースフロントロッジーグレースリア2011年11月、ダチアが発表間近の新車の認知度を上げる目的でアンドロストロフィーへ参戦することが発表された。量産モデルとは異なり、レース仕様のロッジーグレースには最高出力265キロワット最大トルク265ポンドフィートを発揮する日産製3.0リットル V6 エンジンが搭載されている。 2台のレースカーが用意され、ドライバーはアランプロスとニコラプロスと親子が起用されている。ありがとうございます。